日本三重県津市半田半田は、三重県津市の地名、津市,市街地の南側にある。大倉、川添町、神戸、幸井町、修正町、樽見、西屋小木町岩田、野崎街と岩田、被災相川町、被災藤川町,町、三河町、南新町、南丸のうちに隣接している。ただし、南丸のうちとは一点のみで接する。北側にまとまった平野部があり、 南側には山地の中に谷底平野が食い込み、ところどころ池がある。北側を岩田川、西側を小川が流れ、東側には JR 紀勢本線と近鉄名古屋線が走っている。集落は北部に見られ、また東部にいくつかの団地が見られる。集落以外の平野部はほとんど水田であり、山地はほとんど森林である。当地には水田が多いが、 特徴的な産業としては、磨き砂の生産がある。この地は良質の磨き砂が取れるとされ、伊勢さ、繁大久ごと呼ばれる。地内には多数の行動があり、廃行動を生かした観光施設も存在する。磨き砂の原料となる火山灰層が存在するため、そこにできた穴に地下水が入り込むことによって大規模な陥没事故が発生している。平野部の水田地帯。 江戸時代には伊勢国阿農郡半田村であった。1871年に阿農津県に組み入れられた。阿農津県は翌年30県と改称された。1889年に阿農郡神戸村の一部となり、神戸村が津市へ1943年に編入されてからは津市の地名となる。1965年以降住居表示の対象となった地区が現れているが、 辺境部に限定されている。2019年6月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移国勢調査による世帯数の推移1873年に伊予町学校に半田分教場ができ、1875年に半田学校となったが、1884年に合併の対象となり、 それ以来初等教育機関は置かれていない。角川日本地名大事二2430件、及び津市によると1926年に三重県ストムせ中学校が当地に移転し、1935年に津市に移管されて津市立ストムせ商業学校となったが、これも1937年には株田に移転した。百三十九年津市立 ストム製商業学校のあった地に、津市立工業学校が移転し、1943年に、三重県立津工業学校となった。三重県立津工業学校は戦災を受けた後被災に移転した。1952年に、三重県立津工業高等学校が半田に移転した。1959年に、セントヨゼフ女子学園高等学校が、当地に開校。 二年後の1961年に、併設の中学校も開校した。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。大倉、西アコギ町岩田との境界上に、JR 規制本線アコギ駅がある。近鉄名古屋線南が、岡駅の出口が当地とたるみの境界線上の道路に面している。三重県道118号津被災線が当地区西部を通り、 窓温泉に面している。また、その西側に半田バイパスがある。三重県道657号家所はこぎ、停車場線が北部の集落を横断している。三重県道776号被災停車場線が東部を通っている。三重交通のバスがある。北部の集落を通って緑が丘に行く路線と近鉄名古屋線に沿って被災に向かうバスを利用でき。 どちらもそれなりの本数がある。しかし、団地の内部には行かないほか、北東部のセントヨゼフ女子、学園高等学校周辺が空白域となっている。窓温泉寮風草。ありがとうございます。